合は優勝候補筆頭の南葛と昨日の1回戦小津山中を3対1で破った錦ヶ丘中です。果たして錦ヶ丘大物食いなるか。今日の相手は横浜の錦ヶ丘中だ。あまり注目されていたチームではないので情報は少ないが、この大会に出ている以上一癖二癖ある一筋縄ではいかない相手だ。それに打倒南葛のために全力でかかってくるはずだ。気を抜かずにプレーして確実に勝っていけ。はい。錦ヶ丘のサッカーが王者南葛をどこまで苦しめるか、そして勝利をつかむのは果たしてどちらのチームなのか。お前たちと戦うのを楽しみにしてきたんだ。俺たちのサッカーがどこまで通用するか、全てを出し切っていくぜ。うん、俺たちも全力でいくぜ。ワクワクします。南葛中のキックオフ試合開始です。よし、勝負だ。しまった。止められるものなら止めてみろ。今までの奴らのようにはいかないか。さすがは翼。翼くん、センタリングを上げた。キックオフ。天宮くん、木杉くん、ボールを弾いた。よし、はい。岩見くん、ボールを弾いた。小田くん、これは通るか。翼くん、よし。
うまく味方に渡るか。キックオフ、天宮くん、はっ、よし、よし、長野くん、よし、ボールを奪った。それはパスで様子を見るか。それ信じる気持ちこそ王妃と教えてくれた。天竜シュート、すごい回転のシュートだ。天空より竜がゴールに向かって襲いかかっているようだ。任せろ森崎くん、なんとこのシュートを止めた。やったぞ。マジかよ。よし、組み立て直します。伊沢くん、よし、ドリブルで突破していく。それなんとか抜き去った。縦に出した、ここはパスを出した。うまく味方に渡るか。いけ、
キックオフ。よし、浜宮君、組み立て直します。大田君、任せろ。パスを渡す。それ伊沢君、何か飛んだ。浜宮君、パスを回します。よし、いけ。行け。
スを回します。アキ君、よし、ボールを奪った。それで様子を見るか。翼君、惜しくもボールを奪われた。僕の足は鍛え上げた狂気、止められないよ、絶対に。チリューシュー、ものすごい回転のシュート、しかも地面スレスレの地を這うシュートだ。止めてやる。止まれるなんて。森崎くん、翼、翼くん、よし、スピードに乗ったドリブル、パスを回します。翼くん、パスを出します。ここはパスを出した。よし、キックオフ、任せろ浜宮君、バックパス、はい、よし、うまく味方に渡るか。翼君、よし、ボールを奪った。ここは自分で突破していきます。
手に走る。いけたちに蹴られたら無事では済まないですよ。